はい、皆さん、こんにちは。ダイダラです。おっす、おはようございます。それでは、今日もやりましょう。マリワンドルイージ RPG。はい、水中のところからだよね。クッパ軍団 RPG もね、そろそろ始めていいのかなと思ってんだけど。どうだったっけ？ここの水中面クリアしたら、クッパ軍団やるか。ね。よし。さあ、次のとこ行きましょう。あれ？クリアした？もしかして。おい。うんにゅ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 ん。あれ？終わりじゃねえこの感じ、水中。終わっちゃったと思ったけど、その頃マメリアの国境付近では、クッパ様！目覚めた？ほら、ゲ。やややややや。ゲ、ゲラゲモーナ様？こいつでもいいルルか？もう誰でもよい、早く。うわー。ゲラゲモーナの魂みたいなのがクッパに取り付いた。クッパマジ災難やな、お前。記憶失うわ。なんかクッパの体、なんか乗っ取られるわ。ええとこないで。うわ、口怖いな、君。かー、すごい。あー、強い。クッパの体マジ強いからな。いや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 。嘘やん。クッパ一体、どうなってしまうの？よし。じゃあ、今日はクッパ軍団 RPG 進め、え？何？あ、王子だ。久しぶり。やあ、二人とも随分探したよ。大変な目にあったね。大変だったよ。やばかったよ、マジ。お腹痛いもん、俺。ペロ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 チーノー。オー！マルゲリータ！イェーイ！はあ、スタービーズは4つに分かれて、あちこちに飛び散ってしまったやつは4つに分かれたんだ。よく数えたね。はいはいはい。7つじゃなかった。よかった。え、スタービーズ一緒に探してくれるって？もちろんありがたいんだけど、実は君たちには、マメイリア国際空港へ行ってほしい。ああ、前行かれへんかったとこが。ああ、空港ね。実はね、ピーチ姫がこの国にやってくる。おうイェー、ピーチ姫！マジか、あのピーチ姫のライマメとなれば、この、国も一大事。なに、来賓ねえ。はあ。ということで、姫のお迎えには、君たちも列席してほしいんだ。ということで、すぐに、マメリア国際空港へ行ってくれ。おいやいや、はい。マメリア国際空港は地図で確認するといいよ。バイバーイ。さて、今日クッパ軍団 RPG やろうかと思ったんですけど、ピーチ姫が来るってことでしたら、ピーチ姫にね、やっぱ会っとかねえと、なんか、あかんなってやつですので、マメリア国際空港へ行きましょう。ここだったっけな、国際空港の場所。あんま覚えてない。ちょ、マップって出てみんの？わからん。まあ、多分覚えてるから安心してみんな。俺の記憶力は、すごいぞ。あ、ちょっと待って。その前にコーヒー飲みに行かね、みんな。ごく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 。美味しいコーヒー。どうも、コーヒー大だらです。コーヒー大だらです。ヒーコーです。コーヒー飲みたい。アイテム屋さん？なんか増えてるアイテム。ハロー。アイテムショッピングようこそですよ。はい。ください。あ、スーパーシロップとか売ってんじゃん。あ、スーパーナッツ売ってる。スーパーナッツ買っとこう、スーパーナッツ。6個ぐらい買っとこう。わばばば、500円もしたんだけど、高えー。スーパーナッツは、マリオとルイージ40回復。結構強いよね、これ。これ惜しみなく使って、かつ、足りなくなったら買いに来よう、また。で、ここ情報屋さんでーす。ハロー、なんかない？増えてない？うへへへへ。いいよ。なんか変わってる？お？へぇー、100回戦ったのか。へぇー、200体倒したのか。エクセレント300回か。へへへ、いいね、いただだ。何くれる？ウルトラキノコ3つ。ファーストゲッター。何ファーストゲッターって。スーパーシロップ4つ。ファーストゲッターって多分装備品だよね。ね。ドッペル財布とかに近い感じ。あった。これだ。バトルに素早く勝利すると、もやらいものが増えます。あ、これにしよう！いいね。ドッペル財布とかよりも、素早く勝てば、より美味しい。ね。マリオの持ってる冬打ちのバッチと組み合わせたら、最強の効果出んじゃね？一緒にパンパンパーンって行くじゃん。パンパンパンペンパーン！さあ、コーヒー飲みに行きまーす。服屋さんもなんか行ったら増えてんのかな？よし。行きましょうか。はーい。おう、ここは、スタビンズカスヘッダー。もうガッカーうせえぶたそう。スタビって知ってんだろ？オッケー、してる。じゃ、豆見せていこうぜ、みんな。さて、あ
作れるよみんな。これウフストレート入れましょう。ウフ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 、あー、ストレートのコーヒーな。美味しい。ミルクとね、あの砂糖入れて飲みましょう。ウフストレート手に入れた、イエイ。どうした？またしてもかぐわしいドリンクの香り。おお、オーナーの小山博士、新しいドリンクだぜ。いいタイミングじゃねえか。わしが今ここに来たのはタイミングなどではない。香りにつられ、海や越え、山越え、はるばる来たんじゃ。はぁ、あ、すげえな。じゃあ早速ドリンク飲ましてもらおう。なんで一口飲むの？やだよ。知らねえおっちゃんのさ、一口飲まれたコーヒー飲みたくないんだけど。どんな味ですかい？どうしたの？まずかった？うまい！はぁ、あ。これはなかなかのヒット商品になるかもしれんぞな。よくぞ作ってくれた。これはわしからのお礼じゃ。プチ発明品じゃ。あら。ボーナスリング、何これ、またアクセサリー。むむむ、やけどした。むむむ、どうした、お腹が痛くいい。うまいものにはトゲがあるとは、このことじゃ。むむむむ、トイレトイレトイレ、どこじゃ。トイレなんかないですぜ。オバキューム、オバキューム、はい。お、オバキューム、ルイジ、もしやトイレ代わりに吸い取っちゃうつもりか。ひー、あー、オーナーいなくなっちゃった。さあもう一個あるのでコーヒー飲んじゃいましょうかね。次はこれだね、ゲラストレート、これ飲んじゃいましょう。ゲラスト、赤い豆でスタビ、美味しいコーヒー飲ませてください。赤くない、なんかこのコーヒー赤っぽい、赤茶色っぽい。さあゲラストレートゲット。あ、なんか来た、またまたしても香りに釣られて春までやってきしまったぞ。何その掃除機、かっこいい。オバキュームがグレートアップしたスーパーオバキュームじゃ。わあ、乗り物なれるんだね。乗って移動ができるのじゃ。すごいな。音速並みじゃ。ルイジ乗れる？それ。ルイジマンション3とかでそれ乗れるかな？出るかな？ 3 って。早すぎひんか？もうええで。ひえーって出した。どこまで、ここまで気軽に来ることができるぞい。はい、新しいコーヒーよ。何も言わずのまさせたで。マリオ分かっとんな。どうぞ。まったりとした甘さに身も心もとろけて引き出そうじゃ。以下略じゃ。お礼じゃ。何くれたん、今度。エキサイトスプリング。はあ、ありがとうございます。スプリングですね。おふぅ、バイバイ。さて、今ゲットしたアイテム、装備品ちょっと見てみましょうか。ファーストゲッターじゃなくてね、こちらですね。エキサイトスプリング。防御アクションを、防御ジャンプ中？ボタンを押し続けると浮きます。あー、これ、ゆとり仕様になるってわけだな。次。攻撃を受けずに勝つと経験値が増えるぞ。うわ、これすげえ。でもいいや、経験値。俺経験値よりアイテムが大事だと思ってるから。さて、ゲットしたコーヒーの見てみましょうか。ウストレート。最大 BP が2アップ。BP かー。マリオとルイジどっちが強いんだろう。マリオの方が強いからマリオに飲ますか、これ。BP 少ねえし。マリオー。はい、ゲラストレート。スピードが2アップ。スピード？スピードもとりあえずマリオに飲ましとくか。いや、ルイージ遅いからルイージ飲ましとく。バランスよくな、お互い。ルイージだよー。はい、バランスよく強くなりました。このままでいいかな。デヘ豆っていうあの黄色い豆はミニゲーム勝利なのかな、多分。ミニゲームをどっかでやる時間作んなきゃな、どっかで。ミニゲーム会、国境チャレンジみたいなやつ。ゲロ吐きそうだけど、あれとかトロッコとかね。さあ、とりあえず、高級ブティック、この店、見てみましょうか、久々に。チェックズボン。うわ、すごい、防御。ミスしても大丈夫。すごい、状態異常になっても大丈夫。毒になって、安全ズボン、大丈夫。はぁ、あ。なかなか、あれですね。だから、心躍らないですね、今回のアイテムは。じゃあ、バッチ見ましょう。ブラザーバッチ。BP を勝手に回復する素敵なバッチ。いいですね、これ、ブラザーバッチ。不意打ちバッチと、ねえ、ゲララップ、ゲラパパパパッチやからな。ねえ、ソロジャンプ成功で回復する。スクロールエンブレム。防御アクションで BP が回復する。BP 回復系がすごい多いよね。長期間の戦闘においては BP 回復系のバッチの方がいいんだろうけど。まだいいかな、これで。俺はこの装備で世界を取るぜ。よし。じゃあ、今から国際空港へ行きたいと思いまーす。とりあえず近くまで行っちゃいましょう。はい、やってきました。マメリア国際空港の多分近くでーす。この辺だよね。よし、来た。
あれ？あ、これ、アクションいるんだ。ルイージーパワー。ルイージーパワー。これ、この雷覚えてなかったらどうやってくんねん、これ。なあ、ほんま。これ何やねん。壊されへん、また。オッケー。さあ、国際空港はもうここです。近いよ。あ。これ、どっちも、あ、ちょっと待って。よし。これ別に。うわ、めんどくせえ。でもやっとかなあかんねえな、こういうのって。こういう千里の道も、一歩、二歩、三歩、四歩から。五歩から。ルイージ多いぞ。ルイージばっかやんけ。もうええで、もうええで。よし、ありがとう。はい、チェック、セーブです。さあ、せっかくゲットしたあのバッチ、早く倒すとなんか、アイテムが増えたり、増えなかったりってやつがあるので。よいしょ。それを使いたいね、どっかで。ねえ、いたら、パンチングしたいと。あ、違う、これ観光地だ、完全。PTM 乗せた飛行機の到着が遅れるようですわ。え、PTM 遅れんの？マジか。辛いやつやん。噂によると、キノコ王国から超ビップな有名人が、マジかよ。ピーチ姫、好き。ゲラゲソーダは機内への持ち込みが禁止されております。ファミリアエアラインは整備中です。ピーチ姫、久々やな。あの、声爆弾なのかな、また。ウィービ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 来たよー。回復ポイントあんじゃん。なんかあんのかな。おー、マリオブラジャーズどんどん久しぶり。惹かれるで、そこ大丈夫。アハデミーでの活躍、マメラ女王様、大喜び添え。うん、イエイ。ところで PTM を迎えるにあたって、ちょいと、問題が発生ぞえ。カソロにパックフラワーが根を張っており、このままでは着陸ができん。うわ、パックフラワーやば。ぶっ壊そうぜ、これ。あいや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 え手がなんとなんて、まあ、ゲラゲラもんな問題でそういうとこじゃなかったのにな。とりあえずバックフラワーだとかしてくれや。PTM のためと言えば、嫌と言えんだろうが。さあ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 、マリオブラジャーズの働く時見せてくれや、銀ちゃん。めんどくさいにゃ。おう。あ、コーヒー飲んでるやん。俺、それ、さっきのコーヒーじゃね。ちょっと待って、俺殴りたかったのになんか、普通に戦っちゃった。ということで倒しまーす。多分、上から行くと噛まれてボーイでしょ。なので、ハンマーで、ドスコーイ。うん、素早さ的には、勝ってるね、二人とも。よし、これで戦闘終わってくれたら楽なんだけど。終わらなーい。おい！あ、ちょろいな、これ。お前結構、弱やんけー。はい、ケーキハーウ。ケーキに5しかくんねー、こいつ。しょべえやつやなー。1万ぐらいくれてもいいのに。無限に生えてくんだけど、これ。どうすんだろう、あれ。ゲラマメメメメ。ふむ。なんで水があるんやん、ここに。ゲラ豆豆。あれ、ピー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 。水はぎたらどうなんだろう、これ。成長するかな。うふふふ。なんや、これ。ああ、普通に吐き出せたんだよ。水かけてあげたらね、なんか元気になるとかない？強くなるとか。うふふふふふ。おばあちゃん邪魔やで、おばあちゃん邪魔やで。発射！発射！え？これ、どうしたらいいんだ？わかんねえけど、叩くか。あれ？動かなくなっちゃった、こいつら。なんや、お前ら。おぉ。ゲラ豆。これ、でっかいパックフラワー出てくるやつじゃんな、これって。名前忘れたけど。マリオサンシャインとかさ、マリオなんたらに出てくるやん、よく。マリオなんたら。マリオなんたらに出てくるやん、なんたらに。ねえ、なんたらオブザなんたらやな。よし、お邪魔やで。えいや。こいつ叩けばいいのかな、とりあえず。えい。うわ、叩いても割れない。って、全部のバックフラワーに水飲ませてみれば、何か起こるかもしんないからね。ちょっとやってみようか、それ。スパナーツ。すごい勢いでこれゲラ豆あんだけど。ねえ。そんなゲラ豆くれてもな。いや、ありがたいけどね、そうやっていただけるのはもちろん。ね、これ。イエヘヘヘ、BGM ゲット。
あ、出た、ラリーだ、ラリーしよう。ラリーこれすると心が疲れるんだけど。やめるってボタンあるんだけど、何でか。無限に遊べるでってこと。今日皆さん、動画最後までずっとこれやってますので。で、あー、ダイダラのゲームセンスは世界一やなと思いながら見ていただければと思います。さあ、皆さん予想は何回か予想してみてください。で、今心の中で浮かんだ数字、もう変えちゃダメですよ。で、俺32、今日は。あ !2 は合ってたよね、今。うん。惜しい!あー !2 分の1正解やな。まあ、ね。皆さんは多分一つも合ってなかった。くそわー。ベイ。みんなご飯よー。え?ご飯よってしたけど何も変わんないんだけど、これ。なんか変わったのかな、これで。真ん中の豆っていうか、あいつが、変わったのかもしれんな、これ。パックンフラワー、興味深い。花びらは水分を吸収してしまう。感電しないように地面に潜るという習性がある。あ、水につけて、待って、感電させるのか、これ。おい、ぴょ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 。あ!来た来た!そういうことか。水に食わせて、全部感電させる大作戦か。なるほど、ぽよぴーね。なるぽよぴーだ、これ。よし。ほら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 。植物学者、あいついい仕事するやんけ。でも、とりあえず全部もう水食わせたから、ちょっと楽だよね、これ。あと、こうやるだけだ、ここ。ほらほらほら。弾けろ。結構、勝負したじゃん。なんで、こんなのあるまでほっとくなよな。こいつ見ると、でも俺マリオサンシャインしたくなってくるな。なあ、みんな。マリオオデッセイもうすぐ発売だし、ちょっとサンシャインできねえけど。いつかやりたいな、マリオサンシャイン。よし。さて、結構下側にはあんねんな、これ豆が。ゲラ豆。こんな置いとく?すごい置いてくれてるからありがてえな、マジで。はい。じゃあこいつらあとは電撃ビリビリして終わりです。ボス戦か。今日こいつボス倒し終わりやな。次回クッパ軍団 RPG して。でもピーチ姫がどうなるんだろう。うわ、なんかもういろんなことがあって大変や、これ。割れたー!バリバリだー!さあ来た!うわ、怖っ!うわ、なんか俺が思ってたやつと違うやつ出てきた。なんか思ってたのと違うの出てきたけど。ハロー。ほら、焼けろや。ちょ、こいつにも水飲ませようぜ。水飲ませて感電させたら勝てんじゃね?知らんけど。おほほほ。うわ、効かへん、こいつ。ちょ、待ってよ、お前。こんにちは。あ、バトル始まっちゃった。水かけたのに、ひどい話じゃで。さあ、ハンド、ブラザータックないの?増えてないの?新しいの。増えてないんだね、これ。さあ、ハンドで焼きましょうか。うい。あ、回復させちゃった。火に強いんじゃん。火に強いんじゃい。うえへへへ、クリティカルじゃ。は?は?あう!あ、最強!ダイダナンバーワンやん、これ。は?回復させんのか、それ。チートやめろ。あいっち!あぶい!今、踏むタイミングやったな、完全。マリオはダメ、もう。ダメの子、元気の子。あ、全然失敗したけど、あ、当たったけど、ラッキー。セーフセーフ。いや、ルイージがすごい優秀やねんけど。あれ、なんか色違い出てきたんだけど、あれ、何これ、気持ち悪。はい。え、こいつ実は火に弱いとかちゃうん、この色違いは。ほらな読み通りやで、これ。うえ、あ、べべべ、ノーダメや、最強。え、これってどうしたらいいんや、これ。全部倒さなあかんの。倒したら、また生えてくの、無限に。やめてや。え?何この遅いタイミング、お前。おーい!おーい!な、縄跳びかよ、お前。やめなさい。よし、パックフラワーの変なやつ倒そう。よし。さあ、これで全部やっつけたぜ、お花ちゃん。お前はもう死んでいる。さあ、これどっちか効くかな、火か電気。えいや、あ、電気が効くパッティーンじゃん、これ。よし、パックフラワーちゃーん。オッケー。ガンガンやっていく。役割分担だ、これ。
うわあ、キック、マリオのバリアがなくなっちゃう。マリオのバリアなくなっちゃう、これ。おりゃ。さあ、ガンガン効かせるぜ。何？ああ、そういうやつか。パーニュと一緒や、詰まるところ。おい、はじけろー。あ、回復させられんやろ。あ、大丈夫か。回復しないじゃん。よし。なんか、親分攻撃してたら、怒って攻撃してくるタイプね。おれ、体力どれくらいあった今、大丈夫俺。ねえ。まあ、結構あるな。うん、これじゃちょっとなんか、拉致開かねえな。ブラザーアタックかましゃないときついかな、ちょっと。ねえ、空中のモンスターに効きません。地面から来るから、当たるよね、これ。さすがに。行くか、これ。A! B! あ、聞いてる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 。バックフラワー。うち、あ、体そんなことなってたんや、お前は。おい。よし。ラッキー出ろ、ラッキー出ろ、ラッキー出ろ、ラッキー出ろ。よーしー。さあ、81。お、レアアイテム出たじゃん。何？シロップ。そんな嬉しくない。よし。さあ、こいつは、どうしようかな。やっぱ、ブラスアタックの威力高いね、ノックアップブロック2。いきます。BA、BA、BA、B。B、A、B。おい。いい、聞いて、ラッキー連続できたよ、今。やばくね？ラッキー大体ないで、俺。おいやーす。超威力高え。どうよ、これ。さあ、51。キックー。よいしょ。さあ、あとは、こいつはこれで焼こう、焼こう、焼こう。焼いた方が楽。えい。何？ば、あ、バリア割れた！クソ、ついにマリオが死んだ。死んではない。マリオ死す？えいやー。あ、怒った。やべ。はい。いや、ぶっす。怒ってるで、めちゃめちゃ怒ってる。やばい。体力半分切ったってことやな、これ、詰まるところ。はい。あ、やばい。しくった。いっちゃえ。キック。お腹痛い。お腹痛い。マリオ、マリオ頑張れ。スーパーナッツ食べよう、さっき。さっきゲットしたし。ルイージがやばいからな、マリオ、平気でも。兄弟愛や、これが。はい。あ、くそ、ルイージ下手くそすぎるやろ、避けんの。やばい、これ数が多いな、マジで。ノックアップブラス行きましょう。おー。B、A。よし。こういう時に複数範囲攻撃は便利。でも、ダメージが分散しすぎてるから。全然あかんかもしれん、これ。やばい。うわー、安いダメージやな。うわ、親分攻撃したことでめっちゃ怒ってるやん。うわー、マリオ！やべ、超効いた、今。あかん、これ。ほら、フライヤー。あ、いったやつけた。うわー、回復アイテム出したかったこいつ。17ね。安い安い。うわ、厳しいな、これ。これ、きっついな。さ、ブラザータック。もうちょっとでこいつやっつけれそうやし、ハンマー叩いとくか。マリオが役割を持ちづらいよね。よし、撃破。レアアイテム？シロップ。シロップいらねえしてんだろ。さあ、ノックアッププロス行きましょう。よし。さあ、もう半分与えてんだったらもうすぐ終わりでしょう。うわ、ラッキー出てくれ。ラッキー出てくれ。おい！さあ、ダメージ40いくつかかな、これは。44。か、復活か。ふざけんな。よし。いや、もうこっち攻撃してもいいんじゃねえかなって思ってきた。ねえ。うい。もういいよね。ラッキー連続？おい。おら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 おれー !63 キックマジ威力高え。はいはい。うえ、避けらんで、くそ、反射神経がおじいちゃんすぎて、避けらんで、あれ。大丈夫大丈夫、気にせずに。マザーパックンやっつけ続けるか。レベル20って高くね、マザーパックン。やばいよね。どうしようかなー。いや、電気ビリビリの方がいいか、ルイージは。ハンド。ほら！まだ死なねえか。増えてきた。困るんですけど、お客様。お客様、焼くか。これででっかいの来たら跳ね返して倒れねえかな、二人とも。おー、めんどくせえことになってる、これ。焼きまーす。まだ生きてんの？お前すげえな。おい！跳ね返すぞ。どっち？へい。あ、早く、早っ！ちょ、待って。シュ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 。うわ、ずるそれ。
あー、死ぬ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 、スーパーウルトナッツ。おいえ、ナッツおいきい。えい、よし、だからやっつけるこいつら、こいつらうぜえわ。シロップやるどうせ。シロップ使って、あーめっちゃ増えてきた。なに、なんか光ってる、色変わった色変わった色って変わった。これ日が効くようになったってことやな、詰まるところ。へえ、変な携帯しとんなこいつら。ちょっとやっつけましょうかこれ。よし、ちょっとお仕置きしないとこれはやばそうですので、しっかりとサクサクとやっつけたいと思いまり。おーいえー、撃破。もう生えてくんなよ二度と。なんかルイージが今度役立たずなっちゃった。役立たずって変やけど、役立たずやで。よし、ヘイ、よいしょ。早くハンドのブラザーアクション覚えときゃよかったよ。おれあが怒んねえやろこれ。20と26、ヘイペイペイポーウェイ。もうよく見切った、すべて見切った大誰や。何終わり。あーい、あーい、縄跳びな、俺時計やで縄跳び。大縄跳び大誰やからなこれ。あ、回復するやつ、地味に回復するのうざいんだよなそれ。チョッパーのブロス行こう。大ダメージこっち行くね。よし、長試合になっちゃう、長試合、長丁場。おらおら、よし、もっと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 最後まで叩き潰せ。よし60、終わった、よーし俺の勝ちー。いいアイテム落としてくれた、何それ、最強の装備。はーい、トゲキラーなんとか、多分バあのトゲ踏めるとかそのやつやろな。ええー、ね、ふいやーってドラ焼きみたいな顔してる。あ、お、ひどい。ルイージとどめさしたね、こいつ。僕がとどめさしました。終わり、よし。さて、皆様、次回、お任せしようか、これは。うん。ね、いい時間になっちゃった。さ、次回、ピーチ姫をお迎えしたい、と思う気もするって感じで行きましょう。クッパ軍団 RPG は、うん、またちょっと先で。それではまた見てください。おつぱよ。